こんにちは、須崎えりです。今日はうちのデューイに普段どんな感じで抗酸化食品を与えているのかシェアしたいと思います。私は栄養が専門ではありませんので、あくまでもうちの場合としてご覧いただければと思います。これはスイートポテトとキヌアを茹でたものです。3日分ぐらいずつ調理して冷蔵庫で保存しています。キヌアは穀物ではなくて種だそうで、タンパク質と植物繊維が豊富なんですね。しかも抗酸化物質も豊富で、心臓などの臓器のダメージ回復にいいそうです。コレステロールを下げて血糖値をコントロールする働きもあるので、糖尿病や甲状腺機能低下症、クッシング症候群などの内分泌系の病気がある犬には向いている食材です。デューイも甲状腺機能低下症なので、以前は白米や玄米をあげることが多かったんですが、今はキヌアに切り替えています。そしてこれは塩分が入っていないイワシの水煮缶です。イワシはセレンという抗酸化物質が豊富で、甲状腺機能や免疫機能、認知機能に良いと言われています。ビタミン E と一緒に摂取すると吸収されやすいそうなので、後ですりごまも加えます。今日のお肉はターキーのひき肉です。日本ではあまり手に入りにくいかもしれませんが、オメガ3とオメガ6のバランスが割といいので、うちではよく与えています。以前出したこちらの動画で、なぜ抗酸化食品がシニア犬に欠かせないのかという理由をお話ししていますので、ご興味ある方はそちらも見てみてください。ほとんど毎食トッピングしているのがパセリです。パセリも抗酸化物質が豊富で、活性酸素を抑える働きがあります。粗く刻んでおいて、ドゥイのご飯には直前にさらに細かく刻んでトッピングしています。ついでにお話ししておくと、今現在ですね、ご飯に足しているものは2つあります。1つ目がオメガ3が豊富なチアシードオイルです。このオイルはコールドプレスのタイプで、 63% がオメガ3という結構優秀なオイルです。こういったものも足して体内の炎症を管理しています。そしてもう1つがミルクシスル、大アザミというんですかね、解毒作用に優れたハーブです。健康な犬には 2,3 週間ぐらいずつ年に 3,4 回与えればいいそうですけれども、デュイは最近肝臓の数値が良くなかったこともあって、しばらくは続ける予定です。最近は腎臓肝臓の負担を減らすために、1回の食事の量をやや少なめにして 3,4 回与えるようにしています。1回の食事で全ての栄養素をカバーしようとは思っていなくて、なるべく一緒に消化吸収されやすいものをあげるようにしています。これはカシューナッツミルクのヨーグルトです。ナッツ類も抗酸化作用が豊富です。これはご存知ない方も結構いらっしゃると思うんですけれども、植物性のヨーグルトにも善玉菌はちゃんとあります。最近では牛乳の安全性が問題視されてもいますし、植物性のヨーグルトを試したことがない方はぜひ試してみてください。犬に与える場合は甘味料や香料が入っていないプレーンタイプのものを選んでください。そしてブルーベリーとキウイです。もうおなじみの抗酸化食品ですよね。果物の消化吸収されやすい食べ合わせについてはこちらの動画でお話ししていますので、よかったらご覧ください。ここにさらに蜂蜜も加えます。蜂蜜は抗酸化作用だけでなく消炎作用もある嬉しい食材です。デューイの調子が悪い時や胃腸を休ませたい時にはこんな感じのものを与えることが多いです。ちなみに私は普段犬のマッサージやエクササイズのさせ方、そしてシニア犬の衰えを遅らせるためのケアなどを紹介していますので、こちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もし参考になったものがありましたら、ぜひグッドボタンで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。